どうもみなさんこんばんは。今回試練5の泥棒講座を作ってみた。泥棒大好き、白滝と申します。どうぞよろしくお願いします。今回の講座は、任天堂 DS 版の試練5を使って、解説していきます。ビータ版の試練5プラスと比べると、どうしても画面は小さいですが、システムはほぼ一緒なので、ビータの5プラスを持ってる方にも、見ていただけたら嬉しいです。あと、試練4や試練4プラスもシステムはほとんど一緒なので、この泥棒講座は、ある程度ですが、試練4にも対応できるかと思います。で、まず、泥棒講座を始める前に、いくつか注意点があります。まず一つ目、私は、上級者、と呼べるものではありません。そんな私が、自分自身の実況の中で、数々の泥棒をやってきて、そこで得た知識などで泥棒講座を作ってる、そんな感じの動画です。なので、すげえ完璧な動画とかではなく、間違いなどがあるかもしれません。それでもいいって方に見ていただけたら幸いです。次に、二つ目の注意点ですけど、この泥棒講座は初心者から中級者向けに作ってます。なので、上級者の方からすると、そんなん知ってるよ、ってことを、普通に解説していきます。初心者に優しい動画にしたいので、温かく見守ってくださると助かります。よし、それでは試練5の泥棒講座、始めましょう。まず最初は、どうやって泥棒するか、とかそういう話ではなく、そもそも、危険なことなのに、なんで泥棒するの？泥棒のメリットは何？という話から始めます。泥棒のメリット、その1、店に欲しいアイテム、例えば、かまいたちとか、根絶やしの巻物とか、ゲイズの盾とか、そういったアイテムが売ってても、お金が足りなければ買えません。でも、泥棒すればタダでもらえてラッキーだね。うん、わかりやすいね。次に、泥棒のメリットその2、所持金を増やすこと。先ほどのように欲しいアイテムがあったらいいんですが、ゴミしか売ってないお店だった場合、欲しいものもないし、泥棒する必要なくね？って思うかもしれませんが、それは違います。クソみたいな店でも、手持ちのアイテムをすべて売りつけて、拾い直してから泥棒することで、所持金をかなり増やせます。そうすることで、今後また店が出た時とかに、根絶やしの巻物が売ってるけど、階段遠くて泥棒はきついなぁ、みたいな場合でも、先ほど天使からもらったお金で、普通に買うことができます。あ、ちなみに、所持アイテムを全部売るって言っても、タグがついた装備を売るとタグが外れてしまいます。泥棒が終わるまでタグはつけれなくなりますので要注意。タグがないまま泥棒して死んでしまったらえらいこっちゃなので、タグ付き装備は売らない方がいいかもですね。続いて、泥棒のメリットその3、全部識別してもらえること。どういうことかと言いますと、試練5から、店主に識別の巻物を渡すと、店のアイテムをすべて識別してくれるという、そんなシステムが導入されました。これはつまり、手持ちの未識別アイテムを一度売って、それから識別の巻物を渡せば、そのアイテムも識別してくれるわけです。ただこの場合だと、もうそのアイテムは店の商品なわけで、欲しかったら買い戻す必要があるんですよね。でも、泥棒すれば、買い戻す必要もないんですよね。なので、泥棒できそうなフロアで識別の巻物があるときは、未識別アイテムすべて売って、その後全部識別してもらってから泥棒するといいね。これは本当におすすめです。原始に続く穴とか、運命の地下みたいに、未識別アイテムだらけのダンジョンだと、かなりの有用テクニックだと思います。識別の巻物を拾ったら店まで温存するといいと思います。続いて、泥棒のメリットその4、スリル。私なんかは完全にスリルを求めて泥棒してますけど、なんていうか、やっぱり、泥棒してる瞬間が一番面白く感じるんですよね。ゲームが楽しく感じる。これは大きなメリットだと思います。でもまあ、絶対に死にたくない場合なんかは無理してやらない方がいいですね。うん、死んだら意味ないしね。とまあ、
こんな感じで泥棒することのメリットはたくさんあるんです。楽に泥棒できそうな時はどんどんやろうね。ふう、では、次の解説に入ります。皆さんお待たせしました。天守についての説明を始めます。私の実況の中では、マスコット的な存在だったり、アイドル的な存在だったり、ゴミみたいな存在だったりする、天守です。こいつら天守は、4種類存在しまして、通常天を守るのが、赤色天守、通称、紅生姜。自分の店を持てなかった、青色の落ちぶれ天守、通称、ブルーレット。二択屋を仕切る、慣れ慣れしい喋り方をする、緑色天守、通称、わさび。高級店を仕切って、上品な喋り方をする、でも、見た目は汚ったらしい、黄色天守、通称、からし。で、この色とりどりの天使たちの、ステータスはこんな感じです。紅生姜とブルーレットが全く同じ能力で、わさびがそれより少しだけ強い、って感じですが、ビビたるさなので、この3匹は、全く同じだと思ってもらって、構いません。あとはからしですが、こいつはもう本当に問題児で、HP も攻撃力も他の天守より高い上に、倍速1回攻撃なんですよね。で、攻撃力が150だとか、防御力が60だとか言われても、いまいちよくわからないんですよね。なので、実際に殴ってみたり殴られたりしてみて、どれくらいダメージ食らうかを、動画にしてみました。まず最初は、守護石プラス1、獣の盾プラス2、という、今拾いましたみたいな装備で、天使と戦ってみましょう。オラオラ、かかってこいやー。まあ、そうですよね。与えたダメージが11、食らったのが159。はい、余裕で即死です。では次に、同じ装備でからしに挑んでみましょう。これはひどい。与えたのはたったの1で、食らったのが167。当たり前ですが即死ですね。痛い。では、装備を変更しましょう。守護石の剣と獣の盾を、5段階目まで成長させ、プラスも24にしました。持ち込み不可ダンジョンだと、こんな感じの装備になりますよね。ということで、殴ってみましょう。こいや天守。与えたダメージが31、食らったダメージが109。だいぶマシになりましたけど、勝てる気がしません。一応、からしとも戦ってみましょう。与えたダメージが20、食らったのが152。ダメだこや。次は、ぐっそ強い装備で天使と殴り合ってみましょう。持ち込み不可ダンジョンだとこんなの作れないね。かかって今回。お、さすがに強いね。与えたダメージが138、食らったのがだいたい20から30くらいですね。こんだけ装備が強ければ、さすがにガチれますね。では、からしとも戦ってみましょう。お、いい感じやね。ほうほう、与えたのが98から130、食らったのが29から40か。普通にやり合えそうですが、持ち込み不可ダンジョンだったら、こんな装備作れないね。ということで結論ですが、基本的に天使とはガチれない。普通に考えて無理だね。赤色の通常天使を倒すのですら、まあまあな装備で7回攻撃しないといけないわけですからね。からし相手だと、13回も攻撃しないといけないね。絶対無理やね。あと、聖域の巻物は効きませんので、要注意です。他にも、根絶やしの巻物を投げたとしても、その瞬間に存在してる天守は全て消えますが、その後もどんどん湧いて出てきます。要注意。まあ、貴重な根絶やしの巻物を、天守に投げる人なんて、
あんまりいないと思いますけどね。普通やらないね。うん、店主の説明はそれくらいですかね。他にも、店主には奥さんや子供がいる、とか、とにかく顔がムカつく、とか、唇が分厚すぎる、とか、いろいろあるんですけど、その辺の解説をすると、10分くらいかかりそうなのでやめときます。はい、それでは本題の、泥棒方法について解説させていただきます。で、具体的にどうやって泥棒するかを考えたところ、大きく分けて、11種類の方法がありました。思ったより多かったね。では、一番簡単なのから順番に紹介していきたいと思います。泥棒方法、その1、トドの壺大作戦。この、トドの壺は、押すことによってトドが前方のアイテムを拾ってくるという壺なんですけど、この壺を使って店のアイテムを盗むことができます。ただ、店の中でトドの壺を使っても、こんな感じになってしまい、盗むことができません。でも、店から一歩でも出れば、たとえ、店主の隣だったとしても、盗むことができます。めっちゃ見られてます。でも、店主はアホなので気がつきません。このまま店に入っても、いらっしゃいませ、とか言ってくるレベルです。極端な話、こんな感じにしても、店主は気がつきません。これはこれでどうなんだ、アホすぎる。欲しいアイテム以外にも、高いけどいらないアイテム、例えば幸せの腕輪とかを盗み、また売りつけることでギタンも稼げます。この泥棒の注意点としては、トドの壺では壺は盗めない、ということです。続いて、泥棒方法、その2、ただの巻物大作戦。ただの巻物は、読めば店のアイテムがただになる、そんな巻物です。で、流れとしましては、まず、手持ちのアイテムをすべて売ります。この動画では、長くなりそうなので3個しか売りませんけどね。はい、所持品を売ったことで、大量のギタンを手に入れました。で、その後にただの巻物を読むことで、今売ったアイテムも含めて、すべて値段が剥がれます。あとは、欲しいアイテムだけ拾って、床に残ったアイテムを店主に売りつけ、店から出れば終わりです。これ、泥棒じゃなくね？って思うかもしれませんが、ただの巻物を読むことで店主の心を盗んで、それでタダにしてもらってるんじゃないですかね。うん、立派な泥棒ですね。割とどうでもいいね。それで、もし、ただの巻物が複数枚ある場合、こんな感じに、売って、タダにしてもらって、売って、タダにしてもらって送り返せます。これ結構快感です。持ち込みできるダンジョンだと、これをして所持金を一気に増やせます。続いて、泥棒方法、その3、底抜け大作戦。この方法は、まず、すべてのアイテムを売り、底抜けの壺を割った時にできる落とし穴に落ちる、という簡単な泥棒です。特に説明することもないのですが、もし、下手投げの腕輪を持ってた場合、もっと楽しいことができます。まず店主の足元に落とし穴を作り、下手投げの腕輪を装備した状態で矢を打つ。そうすることで店主が落とし穴に落ちます。はい、全く意味はありません。楽しいね。ごめんね店主。私も今行くよ。ちなみに、底抜けの壺を上下左右に投げてみたところ、こんな感じに落とし穴ができるみたいなので、店主を落とし穴に落としたい場合は参考にしてね。店主を落とし穴に落としたい。でも下手投げの腕は持ってないなぁ。そんなあなたは、いらない壺にいらないアイテムを、入れて投げつけるという方法がおすすめです。このテクニックは、もし壺が外れればそのままは長作動しますし、壺が当たれば壺が割れ、中のアイテムが落ちて罠が発動します。マジおすすめ。あれ、気がついたら話が脱線してるね。ごめんね店主。さて、現時点で3種類の泥棒を解説しましたが、この3つは、全く危険がなく、手軽で簡単という、初心者にもおすすめできる方法です。で、ここから解説していく泥棒は、すべて、階段を降りることがゴールです。
店の商品を持ったまま店から出ると、19匹の店主が襲ってくるんですけど、それをいろんな方法で回避して、階段までたどり着く。ここから先の泥棒方法は、そんな感じになります。失敗したら普通に死にます。それで、この後説明する泥棒方法の成功率を上げるために、泥棒状態について詳しく説明します。では、こちらのマップを使って解説しましょう。店の商品を持った状態、または使用した状態で、何らかの方法で店から出ると、泥棒状態になります。今回は高飛び草を飲んだことにします。はい、高飛び草でこの部屋にワープしました。店から出たので泥棒状態になります。で、泥棒状態になった瞬間に、フロア中に存在する敵が、店主に変わります。その店主の数が、敵の同時出現数の限界である19匹に届かない場合、足りない分の店主が新規に出現するんですけど、ここで重要なのが、新規に出現する店主は、試練が泥棒状態になった瞬間にいる部屋と、お店、この2箇所以外に出現します。つまり、こんな感じになります。通路には新規店主は発生しません。で、今説明しました。敵が店主に変わる、19匹に足りない分は新規に発生する、試練がいる部屋とお店には発生しない。この3つのルールは、ここから解説していく泥棒方法で、非常に大事なこととなります。これを知ってるだけで、泥棒の成功率が、ぐーんと上がると思います。ちなみに、泥棒状態中に店主を倒しても、5ターンで新品が湧きます。キリがないね。あとはまあ、当然ですけど、明かりの巻物を読んだり、気配察知の腕輪を装備することでも、成功率はかなり上がります。持っている場合は積極的に使いましょう。ふう、泥棒状態の説明はこんなもんですね。では、泥棒方法の続きいきましょう。泥棒方法、その4、場所外大作戦。この泥棒は、店と階段部屋が隣の時に有効な方法で、まず、トンネルの杖やつるはしなどで階段から一直線の通路を作ります。階段と一直線にならない場合とかもあると思いますが、なるべく階段に近い方が安全です。で、店を出て、階段上に敵が来るように誘導し、金縛りにします。気をつけないといけないのは、吸い出す像がいるフロアだと、この金縛り状態を解除されてしまいます。非常に危険です。よし、準備 OK です。あとは店に戻って、所持アイテムをすべて売った後、必要なアイテムを拾い直しましょう。あとは簡単です。階段上の敵に場所替えの杖を振れば、それで泥棒完了、といったところです。で、この泥棒、気をつけてほしいことがありまして、階段上の敵と場所替えしようとしたら、間に敵がいて、そいつと場所替えしてしまったとか、そんなことがありえます。で、この敵と場所替えしてしまった場合と、この敵と場所替えしてしまった場合を比べてみましょう。こちらの場合だと、泥棒状態になった瞬間に、試練がいる部屋と、店以外の部屋に店主が発生する、というルールにのっとって、この部屋は新規店主は発生しません。階段上の敵が店主に変わるのと、もし他に敵がいたらそいつも店主に変わるくらいです。いたとしても数は少ないと思います。ところが、こちらの敵と場所替えしてしまった場合だと、泥棒状態になった瞬間、試練が通路にいるわけで、階段部屋に新規店主が発生します。つまり、こんな感じになります。非常に危険です。これを防ぐ方法としましては、明かり状態だったら一番確実なんですが、矢などでチェックすることも可能です。矢が10マスしか飛ばないことを利用して、階段上の敵に当たらない程度の距離で矢を撃てば、通路に敵がいるかは調べられます。くれぐれも階段上の敵には当たらないようにしましょう。続いて、泥棒方法、その後、飛びつき大作戦。この方法は、先ほどの場所替え大作戦と似た方法でして、敵を金縛りにする代わりに土くれの杖で壁を作り、
そこに飛びつくという簡単な方法です。自分の手持ちの杖の種類や回数と相談して、場所外大作戦か、飛びつき大作戦か、どっちがいいかを考えましょう。場所外大作戦と比べて、飛びつき大作戦のいいところは、通路に敵がいないかチェックするとき、遠投状態で矢を撃てることです。これでほぼ安全を確認できます。で、この飛びつき泥棒、ものすごく応用が効きまして、例えば、こんなマップ、これ、一見泥棒するの厳しそうに見えますよね。でも、しっかり準備さえしたら、割とそうでもないです。適当に見ててください。はい、準備 OK です。こんな感じにやれば、店から飛びつき2階で階段までたどり着けます。まあ、せっかくなので最後まで流します。まず、アイテムを売ります。店主、お金くれ。それで、店主が邪魔なので、手が滑って428を投げます。ごめんね店主。はい、あとはタイミングを見計らって飛びつくだけです。今回は明かり状態なので、楽ですね。店主がたくさんいますけど、割となんとかなりますね。ゴールです。準備は多少大変ですけど、こんな感じにやればたった2ターンで泥棒が終わるので、ものすごく安全です。飛びつき大作戦、マジおすすめ。続いて、泥棒方法、その6、自分を一死の大作戦。一時しのぎの杖は、敵に触れば敵が階段上に移動し、金縛り状態になります。では、山飛行の壺を使って自分に一死のの魔法弾を当てればどうなるか？答えは、試練が階段上にワープした後に、40ターンの金縛りになります。今回は、その性質を利用した泥棒をします。でも、40ターンも金縛りになったら、やばいんじゃないの？って思いますよね。それでは、実際にやってみましょう。はい、現在店のアイテムを所持してる状態です。で、まず山飛行を使って、その後一死のお天守に振ってみます。なんということでしょう。わずか1ターンで階段上まで来れました。でも、試練は40ターンの間金縛り状態です。続きを見てみましょう。まあ、そうですよね。40ターン天守が来ないことなんて、絶対にありえません。ところが、今からご紹介する方法を使えば、比較的安全に自分を一死のできます。まずはこの方法を見てください。状況は先ほどとほぼ同じです。まず、山飛行を使います。そしてその後に、一時しのぎを、振る、前に、予防の巻物を読みます。こうすることで、試練が金縛り状態にならなくなります。はい、ゴールですね。予防の巻物がなくても、祝福された普通の桃を食えば、予防状態になるので、そっちでも OK です。ところが、この方法には問題がありまして、何かと言いますと、予防の巻物がもったいないということです。そもそも予防の巻物って、結構重要アイテムで、泥棒で使うのはもったいなく感じるかもしれません。そんなあなたにおすすめな方法があるんです。ちょっとこの動画を見てください。はい、今回も状況は先ほどと一緒で、まず山飛行をします。はい、それでは、こちらの数字を見てください。そうですね、このままでは餓死しますね。では、あえて餓死する直前まで持っていきましょう。
HP がどんどん減りますね。それでは、このタイミングで一死のを振ってみましょう。カチン、という、金縛りになった音がしましたけど、こんな感じに、瞬時に金縛りが解けます。なんか、餓死状態だと金縛りにならないらしくって、それを利用したテクニックですね。ただこの方法、食料がないとまずいので、それだけは用意しましょう。店主の後のおにぎり美味しいです。この一死のを使った泥棒方法、まだ他にもあります。試練が40ターン金縛りになるならば、40ターン安全にすればよくね。という方法が、こちらです。はい、見ての通りですが、階段を土くれの壁で囲っておけば、40ターンの間安全、というテクニックです。ただいま、絶賛金縛り中です。からしがキモいです。落ち着け、落ち着け。ふう、店主の後のおにぎりはなんでこんなに美味しいんでしょうね。で、一応他にも、無敵層を使う方法や、店主の攻撃を一回だけ我慢して、金縛りを解除してもらうという謎な方法もあります。まあそちらは説明するほどのことでもないので、今回は省略いたします。自分を一死の大作戦は、こんなとこで終わりですかね。続いて、泥棒方法、その7、限界湧き大作戦。この方法は、フロアの通路などを土くれで細工し、店と階段がある側と、ない側に分割します。言葉で説明するのも難しいので、適当に映像を見ててください。はい、こんな感じに、店と階段がある側、店と階段がない側に分割しました。マップによっては、土くれ1回で済む場合もあります。で、店と階段がない側に、限界まで敵を沸かせます。先ほどからちょいちょい解説してましたが、19匹が限界です。店主も数に入れるので、今回は18匹まで湧きます。店と階段がある側に敵が湧いたら、ひたすら倒します。明かり状態だったら楽だけど、そうじゃない場合は、今何体いるかがわからないので、これでもかってくらい足踏みするといいかもしれません。ふわっティッシュは3体同時に湧きますので、あいつがいるフロアだとすぐ限界まで行きます。はい、限界まで湧きました。ということで店に行きましょう。あとは、いつもの通り、所持アイテムを売りつけます。で、ここから先、気をつけてほしいことがありまして、この店の店主、できたら倒さない方がいいです。なぜかというと、せっかく限界まで敵を沸かせたのに、一匹減ったことになるからです。その分の敵がどこに湧くかもわかりません。向こう側に湧けばいいですが、階段部屋で寝た状態で湧いたら、どうしようもないです。なので、金縛りの杖があれば、それで金縛りにするのが一番かもしれません。店主を倒したい気持ちはすっげーわかるんですけど、私もここはぐっと我慢して、ドラゴン層を飲むだけにしときました。金縛りがなければ、下に吹き飛ばしたりして、試練の背中側を歩かせたらいいかもです。はい、泥棒状態になりましたが、店主がこちら側に来ることはありません。安全に階段まで歩けます。店主の後のおにぎり、美味しいです。それでですね、この泥棒には注意点がまだありまして、夜があるダンジョンだと、敵の数が限界になる前に、夜になってしまったりします。他にも、敵が水の上や空の上、壁の中などにいるタイミングで、泥棒状態にすると、
天守に変化した瞬間に高飛びします。どこに飛ぶかわからないので、非常に怖いです。そういったモンスターがいるかどうか、モンスターテーブルを見てからやるといいかもです。続いて、泥棒方法、その8、無敵壮大作戦。この方法は、その名の通り、無敵層を使ってゴリ押しする方法です。無敵層は、ウィキには20ターン無敵と書いてありますが、おかしいなぁと思って試したところ、どうも間違いっぽくて、正確には19ターン無敵でした。検証動画はこちらです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。選手の攻撃を19回防げたので、19ターンの間無敵で合ってると思います。で、気をつけてほしいのが、無敵層を飲んだターンも含めて19ターンなので、無敵層飲んでから、18回行動する間無敵、と覚えた方がわかりやすいかもしれません。では、実際に無敵層を使って、泥棒してみましょう。このマップは階段がちょっと遠いので、成功するか不安になりそうですけど、無敵層があればだいぶ気持ちが楽になります。ちなみに、たまに店に無敵層を置いてありますけど、あれは、それ使って泥棒してくださいっていう店主の合図なので、遠慮なく使っていきましょう。で、気をつけてほしいのが、無敵層飲んだ後の18ターンって、意外とすぐ終わるんですよね。なので、無敵になったから安心と思わずに、飛びつきの杖や、場所替えの杖などを駆使して、なるべく早めに階段へたどり着きましょう。天守を倒そうとしても数ターンかかりますので、天守と遊んでる場合ではないです。はい、かなり順調に進んだように思えますが、これでも7ターンほどかかってます。ちょっと手こずったら、すぐに無敵が解けちゃいますね。気をつけましょう。この泥棒は、まあこれ以上説明もないね。次行きましょう。続いて、泥棒方法、その9、穴掘り大作戦。この方法は、ツルハシやトンネルの杖で通路を加工し、一度入ったら出られないような作りにします。通路を歩いている敵は、何かにぶつからない限り直進し続ける、という性質がありまして、こういう通路に入ってしまうと、ここをうろうろするだけになってしまうんですよね。それを利用して、安全に泥棒しよう、というわけです。で、今回やるのはこんな感じのマップです。このままだと泥棒するのは厳しいので、通路を加工してきます。はい、終わりました。コツとしては、店に来ようとする店主たちが、うまいこと仕掛けにはまってしまう、そんな感じになるように掘ればいいね。それでは実際に泥棒状態にして、この通路がどんな感じに働くか、見てみましょう。まずは、手が滑って天守を吹き飛ばします。特に意味はありません。今日はいつもより手が滑ります。すっきりしたね。いいねこれ。では、店の外に出てみましょう。はい、泥棒状態になって、山盛り天守が湧きました。では、天使たちが通路の仕掛けに、どんだけ引っかかるかを見てみましょう。はい、こんな感じに、いくら足踏みをしても、店に天守が来ることはありません。天守同士が通路でぶつかることで、うまい具合に仕掛けから脱出したりもするので、100% 安全ではないですが、しっかり掘れば、割と安全だと思います。では、階段まで歩いてみましょう。まあ、今回は明かり状態でもあるので、タイミングを見計らいながら進めますね。
皆さん、この天使たちを見てください。とても間抜けな感じですよね。うん。さて、お腹も空いたのでおにぎり食いましょう。店主の後はこれに限ります。って、これ言ったの何回目やねん。まあ、この泥棒方法はこんな感じです。次行きましょう。続いて、泥棒方法、その10、天使ホイホイ大作戦。この泥棒方法は、まず最初に店の中の広いところに、このように土くれの杖で細工をします。で、そこの店主がとにかく鬱陶しいので、吹っ飛ばしておきましょう。唇も分厚いので、ドン足の札も投げておきます。それで、とりあえず泥棒状態にします。そしてその後、店に戻って先ほど土くれで作った壁に隠れます。店主、お前邪魔やで。それで、ここに土くれで蓋をすれば、天使ホイホイの完成です。ほっとけば山盛り天守が集まります。時間がかかるので、ちょっと倍速しましょうか。こんな感じに集めまくった色とりどりの天守を見てると、心が優しい気持ちになれます。天使ホイホイ大作戦は、ただ遊んでるだけにしか見えないかもしれませんが、それで正解です。ただ遊んでるだけです。とりあえず、動きがキモい、超キモいです。で、天使ホイホイを作るだけだったら、本当に遊んでるだけになってしまうのですが、これ、一応ちゃんとした泥棒方法につながりましてですね、どうするかというと、天守を集め切った状態で、夜にします。で、あとはもう簡単、夜の技の、やり過ごし閃光を使うだけです。長い。はい、こんな風にたった1ターンで19匹の天使をやり過ごしにしました。この天使たちは、こちらから何もしなければずーっと壺に入ったままです。超安全。で、この泥棒の注意点としては、部屋の出口までの通り道が確保できてる状態で、やり過ごし閃光を使うことです。なのでそのためにも、部屋の角で天使ホイホイするより、部屋のど真ん中でやった方が、通り道を確保しやすいと思います。あと、店を出た後、動画ではスイスイ進んでますけど、警報の罠とか踏んだらえらいこっちゃなので、目薬そう飲んでなければ罠チェックした方がいいかもです。はい。階段に到着しました。今回は、NG マップの端から端の泥棒でしたが、この方法だと安全に泥棒できるんじゃないでしょうか。この泥棒は夜にしかできない方法ですけど、夜にしてから天使ホイホイを作り始めても、天使を集め切る前に昼に戻っちゃったりします。なので、昼間に集めてしまって、そっから夜にするってのがおすすめです。その場合でも、風が吹いたらやばいので、その辺は気をつけましょう。あと、狭い店で天使ホイホイした場合、天使が通路まで溢れてしまって、そのままどっか行ってしまいますので、注意です。どこ行くねん。続いて、泥棒方法、その11、ガチ泥棒大作戦。ガチ泥棒大作戦って言っても、天守を倒しまくって進む方法ではなくて、一匹一匹を回避していくという、そんな方法です。この方法は成功率も低く、あまりおすすめできるものではありませんが、本当にスリルがあって好きです。まあ、とりあえず始めましょうか。今回は N の字マップの泥棒なんですが、階段までがすごく遠いです。使うアイテムは、身代わりの杖、飛びつきの杖、場所替えの杖、金縛りの杖です。この4本で乗り切りましょう。さあ、始まりましたね。とにかく天守の隙を見て、階段までの距離を縮めるしかないね。この泥棒を一本道のマップでやる場合は、
なるべく試練の背中側に、天守を残しつつ進むようにしないと、階段部屋に天守が山盛りになってしまいます。そこが難しいところですよね。身代わりの杖を使って天守をおとりにしつつ、部屋を抜けるのも一つの手です。今、身代わりになった天守に殴られたら死んでたね。あとは、通路にいる天守の対処法ですが、通路の角で金縛りにするのがおすすめです。こんな感じにしておけば、飛びつきの杖で斜めに抜けることもできますし、斜めにいる天使と場所替えもできます。そして何より、進むタイミングを見計らえます。場所替えの杖がたくさんあれば、場所替えするのがおすすめですかね。場所替えされた天守はもう、こちら側に来れないわけですからね。あとはもう、その時その時の状況でどうするかを考えるわけですが、なかなか難しいです。なんとも言えない状況ですね。ものすごい微妙な感じになりました。今の飛びつきはあまりいい手ではなかったですね。この場合も、身代わりした天守に殴られたら死んでたね。まあ、なんやかんやで進めてますね。危なすぎる。たくさんいる天守の中でも、やっぱりからしが群を抜いて鬱陶しいですね。金縛りの杖がたくさんあるならどんどん振ればいいかもですね。またからしか、多すぎちゃうか。身代わりの杖は便利だけど、偽物がどう動くかランダムなので、それが怖いね。それもまあスリルがあって好きですけどね。通路の天守は角で金縛り、マジおすすめです。まあなんとかなったね。運が悪ければ死んでるようなやり方でしたが、一応乗り切れたので許してください。この泥棒、他にもコツがありまして、こんな感じの通路で天守と場所替えした場合、天守はこちらを認識してないわけで、場所替えされた天守は、進行方向を変えずに進みます。これも知ってると使えますね。まあ何にしろ、おすすめできる泥棒方法ではないです。スリルはめっちゃあるので、スリル好きな人はやってみましょう。はい、一応私がパッと思いつく泥棒方法はこれで終わりです。こんだけ方法があれば、どんな状況でも、割と高確率で泥棒成功できると思います。ところが、この泥棒方法のほとんどが、うまく通用しない店があるんです。はい、そうですね、高級店です。高級店は、その名の通り通常のお店では売ってないようなアイテムが売っています。その代わり店主が店の入り口を塞いでいて、紹介状を渡さないと、入店すらさせてくれない、というめんどくさい店です。で、知ってる人も多いと思いますが、高級店は、紹介状がなくても無理やり入ることができます。本来店がある場所の壁を殴ったり、トンネルの杖で壁を掘ったりすれば、店がドドーンと開きます。別に、からしが立ってた場所じゃなくても、横側からでも開けることは可能です。で、紹介状なしで高級店に入る場合、どのタイミングで泥棒状態になるかというと、店に足を一歩踏み入れた瞬間から泥棒状態になります。つまりは、からしを倒しても、お店をドドーンと開けても、店にさえ入らなければ泥棒にはなりません。店に入った瞬間から泥棒というルールのせいで、先ほど説明してた泥棒方法が、ほとんど通用しないわけです。そこで、高級店限定で使える泥棒方法を考えました。まあ、こちらの動画を見てください。はい、見ての通り高級店ですが、階段も微妙に遠くて、泥棒は難しく見えますね。で、今回は正面からではなく、
横側からお店に入りたいと思います。まあ、適当に準備していきます。はい、こんな感じに横側から壁を掘っても、店を出現させれます。で、敵が来れないように壁を作りに戻ります。グダグダですみません。はい、店に戻ってきましたね。で、ここで皆さんに問題です。この状態で店に一歩でも入れば、泥棒状態になるのですが、その時にカラシはどういう動きをすると思いますか？ちょっと考えてみてください。多分、結構な人が、そりゃ襲ってくるでしょ、って思うんじゃないですかね。それでは、実際にやってみましょう。はい、見ての通り、カラシはどっか行きました。どういうことかと言いますと、横から高級店に入っても、カラシはこちらの存在に気がついておらず、もともと向いてた方向に走り出した、アホすぎる、ということです。高級店の店主は必ず店と反対の方向を向いてるので、こういった技が使えます。まあ、続きを見てみましょう。ここを塞いでおけば、ひとまず安心ですね。高級店に胴たぬきとか、マジであのからし、舐めてますよね。でまあ、マップの形にもよりますが、高級店でもこんな感じに、楽に泥棒ができましたね。この高級店の入り方、一応他の地形でも何度か試しましたが、カラシと隣接さえしなければ、店と反対側に走り出すと思います。こんな感じやね。いつでも使える方法ではないですけど、条件が揃ってたら使ってみるのもいいと思います。ふう、高級店専用の方法としては、こんなもんですかね。他に高級店で通用する方法を挙げるならば、限界は機大作戦です。高級店と階段が近かったら、十分使えます。はい、高級店での泥棒の説明も終わったところで、この動画は終わりにしたいと思います。この動画では私が思いつく泥棒方法を、割と真面目に解説してみました。ドヤ顔で解説しておきながら、間違いなどがあったらすみません。というか、ありそうな気がする。思いのほか長い動画になってしまって、すみません。これでもだいぶ短くしたんですけど、これ以上は無理でした。皆さん、最後まで見てくださってありがとうございました。で、宣伝になってしまって申し訳ないのですが、私、以前試練5の実況をやってまして、すでに見てくださってる方も、たくさんいるとは思うのですが、見たことないけど、この泥棒講座で興味を持ってくれた人がいれば、見てくださると嬉しいです。最初に実況したのが、クリアボダンジョンの、原始に続く穴です。このダンジョンは、ほとんどのアイテムが未識別状態の、いわゆるもっと不思議のダンジョンです。で、最初は普通にクリアするつもりだったのが、気がついたら泥棒しまくり動画みたいになってます。一番多くの方に見ていただいたのが、この動画です。で、次に実況したのが、クリアボダンジョンの、おにぎり穴です。このダンジョンは、一度入った部屋は出る時に消滅する、という特殊なルールのダンジョンです。泥棒回数はそんなに多くないですが、昔の試練シリーズの話とかをしながら、まったり進めていく感じです。その次に実況したのが、クリアボダンジョンの、運命の地下です。このダンジョンは、原始に続く穴に昼と夜システムを追加したようなダンジョンで、難易度は一番高いと私は思います。このダンジョンを、店を見つけたら必ず泥棒する、という縛りで実況してます。他にも復活の草も縛ってます。この実況は、各パートの最初に必ず茶番があるという、わけがわからん感じになりましたが、泥棒自体の回数もそこそこ多くて、毎回違う泥棒をするように心がけましたので、それなりな感じに仕上がったのではないかと思います。これらのダンジョン3つとも99回まで潜ってますので、どの実況もそこそこ長いです。
なので、暇で暇でしょうがない。そんな時に見てくださると嬉しいです。さて、あまり宣伝しまくってもあれなので、ここらで泥棒講座を終わりにします。長い動画の最後まで見てくださってありがとうございました。実況見てくださってた方々も、ありがとうございました。それでは、さようなら、バイバイ。さようなら、バイバイ。よし、場所替えの杖で、泥棒しようかな。は？クソアロタ。なんで全員こっち向いとんねん。わけわからんわ。まあ、お疲れ様でした。